どうも皆さんこんにちは、武井壮です。よろしくお願いします。この番組はですね、競輪マルシェと私武井壮のコラボとなっておりまして、競輪の魅力にゴリゴリと迫っていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。皆さん、競輪ってなんだかよくわかんないよねって言われること多いんですよ。僕もね、一般の方からも、でどう予想したらいいのとかすごい聞かれるんですよ。今日はちょっとそのあたりをバカンと、はい、扉を開けて皆さんに内側を大公開したいなと。はい、私はまあまあな角度で予想を、はい、当てまくるで有名ですけども今回は私一人ではなく、競輪予想をめちゃくちゃわかりやすく説明してくれる太田理恵さんです。よろしくお願いします。はい、太田理恵です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあ、競輪選手のトレーナーとかコーチやってたこともあるんで、まあ本当肉体を知り尽くしてるので、大体太ももを見れば誰が勝つか大体分かるっていうのもありますしまあいろいろこれまでのドラマとかいろんなものありますんで、今日はそのあたり詳しく皆さんと一緒に紐解いていきたいなと思っております。今日はですね、はい、そんな太田さんに来ていただいて、うん、競輪の予想、はい、全部教えてもらった。全部はい、頑張ります。うちから全部教えていただきます。なんで決まり手って質問じゃないんだろうね、はい、仕事するねっていう感じですよね。はい、買いやすいですよね、こういう選手ね。わかりました。混乱してないですか？そこまでお金ないとかないですか？はい、挙手大丈夫？はい、これ見ればもう本当にあの7倍ぐらい楽しくなるんですかね、うんうん、ちゃんとこの競輪の仕組みを理解して予想するっていうのは、もうまた2味も宮地も違ってきますよね。そうですね、最初は全然こう誕生日とか、はい、なんか好きな選手とかでもいいと思うんですけど、はい、そうですね、そういうのも全然ありで、それでなんかビギナーズラックも結構ありますよね。それもそれでいいんですよね。はい、それはそれ楽しいしもうワンランク上の予想を皆さんにしていただけるように、はい、今日はちょっと頑張っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。まずは、はい、ちょっとこちらにあのパネルがあるんですけども、はい、はい、ドン来ました。こんなになってます、はい、なんか大体ね、競輪の情報の情報誌とか見るとこういうのが載ってるんですよね。はい、なんじゃこれ、ね、そうですよね最初ちょっと一般の方はね、数字が、はい、まあ競輪っていうのは9人で走るんですよね、はい、9社でね、はい、1番から9番まで、でまあ1番は大体白、はい、2番黒、3番赤ってこう色が決まってまして、だいたい色見れば何番車なのかなっていうのがよくわかる、はい、じゃあ1個ずつ紐解いていきます。まずこれ選手名ですね、はい、でその下にこの佐賀とか茨城と書いてある、うん、これは所属、はい、なりますよね。所属の県ですね。その隣、はいはい、A1、S2、S2、S2、S1、S1 って書いてあるはい、これはあの9班というやつですね、はい、まあ、分かりやすく言うとクラス分けですよね、はい、一番上が SS、ね、はい、S9、S 班ですね。 S9、S 班、はい、もう9人しかいない、いませんね、もう本当にトップの選手ですね。トップのトップが9人いるってことですね、はい、これ2個書いてあるじゃないですか、はい、これなんだってこと。これは右側の方が今期の旧班です、はい、現在前期までは、はい、あの A 級一班だったんだけど、成績が良くなって S 級二班に上がったよっていうことですね、はい、そうです。ああ、ここまで分かりましたね。分かりました、はい、ここまで基礎情報。その隣に、はい、逃げ追い追い追い逃げ量、うんうん、追い追い逃げっていうのがね、はい、出てきましたけど、はい、まあ競輪には地域ごとに連携するんですよね、はい、選手たちはね、はい、で一番前走る人が、まあ、言った先行する人、はい、ね、そういう役割、うん、前走っても風を受けながらも、うわーっていいポジションを私が行きますって言って、ついてきてくださいっていう人が、こう、まあ、こう逃げみたいな人たちになってくるんですかね、はいはい、やっぱ風を受けるとすごく脚力消耗しちゃうんですよね。そうだけども誰かがそれを担わないと、うん、最高のポジションっていうかね、う前の方のいいポジションは取れないみたいなことになってくるんですよね、はい、勝ちやすいポジションにはいけないってことになってくる。そうですね、だからこう量は、ね、量はまあざっくり両方できる選手だと思ってもらえばいいと思います、はいはい、こういうタイプの選手がいるんだな、でこの地域のこの人とこの人が連携するから、うんうん、でこの人はこういうタイプだからこんなレースになるだろうなみたいなね、はい、これだとなんだ佐賀、九州のラインがありますね、はい、ここにね、うんうん、福岡と福岡もこの3人が3社連携するみたいな感じになるんですかね、はい、うんうん、ですかね、ええ、うん、で、おいおい逃げなんで白川さんが前を、そうですね、で、このうちどっちだろうな S1 にずっといる
そうですね、得点上位東田さんっていうんですかね、オレンジ田なのか、オレンジ田さんこの方が2番手につくんですかね。でこの人が一番後ろから、はい、3番手ちょっと援護するみたいな感じになるんですかね、うんうん、そんな感じだと思います、ね、そういう感じになりそうな感じですよね、はい、うんうん、そういう風になってるってことです、はいはい、でここから先はその選手たちの個人的なこれまでの情報が書かれてるということですね、はい、でここを見て誰が行きそうだなみたいなことを指していくってことなんですね、はいはい、これもね難しい競争得点っていうのがあるんですけど、うんうん、これどう見たらいいですかね、はい、まあ、高い方がまあ強い選手っていう風にざっくり思ってもらえればいいのかなと、はい、まあ、エースごとに何着だと何点っていうのが全部決まってるんですよ、はい、そうですね、だからいいレースをいっぱい勝った人はこの点数がすごく高くなってくると、はい、で順位を下げてしまったり、うん、あまりその成績がこれまで良くなくて、うん、いい組に入れなかった人とかはちょっとこの得点が下がりがちになると、はい、そういうことですよね、はい、ここはあの直近4ヶ月の平均になるので、うんうん、まあ、最近の4ヶ月でこうどうかなっていう調子を見る、ね、一番だからいい感じで走ってきてるのはこの人だろうなっていうのは容易に想像がつくということですね、はい、例えば1番のこの白川選手だったら、はい、まあ、得点は96点なので、はい、この中だとあんまり高くはないんですけど、はい、けども、はい、前期まで A 級で戦ってた選手が、はい、はい、この S 級に上がってきたというタイミングだったりすると、うん、はい、得点はやっぱりその下のクラスの得点なのでちょっと低いんですけど、はい、そうですね、ちょっと戦ってた土俵が違うので、うん、これを一概にベースの点数が低いですね、はい、点数で比べられるかと言われるとちょっと難しい、このあたりの上昇率みたいなものも問題になってくるんだけれども、 そうですね、はい、それがこの後ちょっと分かってくるってことですよね、うんうん、はい、じゃあその辺も踏まえて直近4ヶ月の成績って書いてますよ、うんうん、決まり手っていうのが次出てきましたね、はい、なんじゃ決まり手って相撲じゃないんだろうなみたいなね、はい、逃げ、はい、そしてここでまくり、はい、これ差し、はい、で ま, まみたいなまあ逃げまくり差しマークという決まり手が4つここに表示されております、はい、まあ、逃げというのは、はい、まあ、逃げて1着か2着、はい、まあ、つまり一番前を走って、うん、そのまま1着か2着に残るっていう勝ち方です。そしてこのまくり、はい、まくりというのはこの他の選手がこう先行しているところを後ろからこう抜かしていくような戦法ですね、はい、うん、それで1着か2着に入った回数、うん、なのでこの選手だと逃げてるよりこのまくりの決まり手の方が多いので、はい、はい、そっちの方が得意なのかなっていうのは分かるかなと。なるほどね、後半まくっていくタイプの、はい、スピードのある選手ということですね、うん、はい、そして刺し、はい、なんだまくりと差しってなんか近くねみたいに、まあ、確かに近い感じはするんですけど、はい、あの人間の五感として五感としてまくったーみたいなと、うん、刺したーっていうのが、うん、差が分かんねえなっていう、はい、でもざっくり言うとまくりのが早いですかね、仕掛けが。差しの場合はもうゴール前ですね、はあ、最後の直線でこう前の人を抜かすみたいな、なるほど、イメージです、ね、最後のホームストレートの直線に入って、はい、ズコーンと、はい、そのマ、はい、マークってなんだっていう、はい、自分で行くっていうよりかはその誰か他の選手のこの後ろにくっついていって2着に入った回数ですね、はい、この場合はマークなので1着はないんですね、はい、2着です。なるほどね、はい、まあ、1着が少ないとも言えるんですけど、はい、まあ、逆に言えばその2着が多いっていうことは、うん、その前の選手にくっついていって、うん、そのまま2着だろうなっていう予想は立てやすいですよ、ね、なるほどね、まあ、ってことは、はい、ちょっと買ってもいいんじゃない。そうですね、予想はこの人買っといたら、ね、まあまあ、うんうん、まあまあ絡んでくるよと、ね、とりあえずはついていって、はい、まあ、ここだとその2番選手の黒田選手がマーク4なので、うん、この中だと一番多いですよね、はい、そうすると1着よりは2着3着で買ってもいいのかなという。そうですね、ただまあこの選手の場合はこの差しも多いので、はい、1着も多い選手だなとかっていうのは分かりますよね、はい、最後ごちゃ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 ってなってきた時に、はい、しっかりと前取ってくれよっていう、はい、仕事するねっていう感じですよね、はい、そうですね、買いやすいですよねこういう選手ね、はい、そういうふうにこの数字を見ていくわけですね、うん、分かりましたか皆さん混乱してないですか、ここまで分かりづらいとこないですか、はい、挙手なんかないとこありますか、大丈夫、オッケー、今のところは。ああ、そしてまたこれ来ました、もう訳わかんない、はいはい、バストウエストヒップみたいなの。違います、これはですね、バックっていうのが、はい、B、はい、まず B ですね、はい、これはバックを通過した回数というんですけど、まあ、つまり残り半周を先頭で通過した回数。なるほどね、
なの で、ね、まあ、残り半周で一番前にいるっていうことは、はい、まあ、やっぱり9台自転車が並んでるので、はい、やっぱり前にいた方がゴール近いじゃないですか。まあ、そうです、はい、なのでバックを取っている選手っていうのはこの結構積極的なレースをしてるんだなっていうことは分かりますね。しっかり自分の地足を使って、はい、うわーって漕いでって、はい、俺がレースを作りますみたいな、うんうんうん、ね、はい、信頼できる選手ですよね。そうですね。ってことはこのバックが多い選手の後ろに来そうだなっていう選手とかは、うんうんうん、チャンスありそうだなって思いますよね、うんうん、はい、そんな風にこうこのバック見ていく、はい、H は H はホームですね。ホーム、今度はホーム、はい、これは残り1周を先頭で通過した回数です。なので、まあ、このホームとバックの回数でなんとなくこのレーススタイルっていうのも見えてくるかなと。これ11、11で同じじゃないですか、はい、はいはい、ってことはなので、まあ、ホーム残り1周で先頭に立ってる、はい、でバック残り半周でも先頭に立ってる、はい、早めに仕掛けてくる、はい、っていうのが分かりますけど、逃げ切り先行やろうってことですね。はい、逃げ切りやろう。 S もう一個出てきました、はい、こちらはこれはあのスタンディングの略なんですけど、はい、あのスタートの回数を取った数ということですね。ガシャーンってこう出てって、はい、ゆっくりこう行く人もいれば、はいはい、スーッと前一番前に入ったりする人もいる、はい、それのそれで最初にあの一番前に出てった選手っていうことですね、はい、なるほどね。クロさんはめちゃめちゃ前取りってますね。多いですね、うん、クロちゃん、クロちゃんなるほど。だから誰と連携してるのかによってもこう前からあの後ろを待って攻めていくのか、はい、後ろから前の動きを伺ってズコンといくのかとか、うんうん、そのあたりがこの辺のことを見ていくと、はい、今日は誰々と一緒だから、あ、なるほどね、後ろに誰がいるから、うん、きっとこいつは出るだろうなとか、そうですね、今日は抑えるんじゃないかなとか、うん、後ろから来たんじゃないかなとか、そういうことがちょっとずつ見えてくるってことですね、はい、そしてその次、はい、もう分かりやすいやつ出てきました、はい、勝率、はいはい、これ分かりやすい、これ分かりやすいですよね、はい、今期のレースで1着になったパーセンテージがここに書かれている、はい、ね、白川ちゃんがもう 54% 勝ってます。多いですね、日本日本は勝つよってことですね、はい、まあ、ただ直近4ヶ月なので A 級ではめちゃくちゃ勝ってたけど、はい、S 級ではどうかなっていうところもありますよね。そうですね。この2連対率っていうのは2着までに入った回数、はい、でこの3連は3着までってことですね。はい、そうです。3連単で白川入れとけば、はい、10回に8回は白川は入ったと。そうですね、あと2社予想しちゃえば、はい、ほぼほぼ取れたってことになりましたね。そうですね。で A 級の時は多分結構な買い筋ですよね、はい、この白川ちゃんはね。そうですね、多分本命になってた選手じゃないかなと思いますね。ですよね、うん、青山選手なんかはちょっとここが0-0なので、はい、まあ、3着がちょっとあるかなっていう、まあ、穴にはなりますかね。だけど僕はここを狙って。あ、そうなんですか。穴党なんですか。僕はあの本当ヨーロッパ竹井って呼ばれてましてヨーロッパ競輪ってね、これ1番車、はい、2番車、3番車、はい、これなんか強いなんか順みたいな感じになってるんですよね、うんうん、で4、6、8っていうのはちょっとポイントが稼げてない選手とかが来やすいですよね、うんうん、4、6、8で3連単なんて来た日にはすごいつきますね。おっしゃおっしゃみたいな、帰りどうしようかみたいな高級車買いに行くかみたいなことになったりすることも可能性もありますよね、うんうん、僕はこの468に1社、はい、気になる1社を足してボックスで買う男として有名なので、あ、そうなんですね。ヨーロッパだけって呼ばれてます、はい、あ、じゃあヨーロッパだけさんよろしくお願いします。まあまあなグランプリを落としてますからね。あ、そうですね、はい、じゃあそんな感じもありましたね、うんうんうん、すいません興奮しちゃいましたまだあるんです、はい、まだこの直近成績っていう欄がありますけど、はい、前場所、はい、今場所ってありますけど、はい、前回で、ね、前回でこれ今回ですね、はいはいはい、この漢字は競輪場を表しているので、うん、これだと富山ですね。富山、はい、の F1 っていう、ねはい、レースですね、はい、うん、富山の F1 のグレードのレースに出たってことですね、はい、こう2、5、2っていうのは多分着順だろうなっていうのは分かるんですよ。そうです。もうなんか B とか丸とかついてるんですか、はい、これなんですか。白丸とかこの黒丸とかっていうのは、はい、例えば決勝とか準決勝とかっていうのを表す、はい、印なんですけど、はい、この B っていうのはさっきやったバックですね、はい、なのでバックを取ったレースはこの B がつくという、ついてくるってことで、はい、バック取って2着に入ったよ、そうです、バック取っていやもう5着になっちゃったよ、そうです、でこれは何もなく2着だったよ、はい、ということなんですね。そうです。はい、ということでほぼほぼ全ての要素を説明できたんじゃないかと思いますけど、はい、はい、予想できそうですか。
まあ、ここだと一応その印がその左の方に書いてあるので、はい、二重丸が一応本命になってる選手ですね。はい、4、6、8はやっぱり無印なわけですよ。そうですね。ね、ちょっと来たら恐ろしいよ、うん、恐ろしいですね。これ見方は分かりましたけど、はい、そんな中、うん、太田さんはどのようにして予想していくのかちょっと聞きたいです。そうですね、何を重視するんだろう。まあ、私は競争得点も見ますけど、はい、まあ、バックとホームのところをバックとホーム、はい、まずはしっかり見ていきたいなというところで、あとはこの2番の黒田選手が差しの決まり手が多いので、すごく多い、はいはい、これは前がいい位置に行ってくれれば最後はこの差して前を抜かして1着っていうところがあるのかなと。はい、ということで競輪の予想の仕方を今回は太田さんと一緒に考えていきました、はい、ね、次回よりディープなところにちょっと突っ込んでいこうと思いますので、はい、ぜひ、競輪マルシェの方、そうですね、動画にいいねと、そしてチャンネル登録していただいて、次回もぜひご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。太田さん、次回もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。またお会いしましょう。